JR 千歳駅のコインロッカーに赤ちゃんの遺体を遺棄したとして女が逮捕された事件で、女は赤ちゃんを入れたクーラーボックスを出産後に札幌の商業施設で購入していたことが分かりました。住所不定無職の古関綾乃容疑者は、先月三十一日ごろ、JR 千歳駅のコインロッカーにクーラーボックスに入れた生後間もない 男の赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いが持たれています捜査関係者によりますと小籍容疑者はホテルで産んだと話していて DNA 鑑定の結果赤ちゃんは小籍容疑者の子供であることが判明しましたまた出産後小籍容疑者は事件の数日前に札幌市中央区の商業施設でクーラーボックスを購入したということです警察は 赤ちゃんが死亡した経緯などを調べています。